今週のキックオフ新週は新シーズンが始動、5名が新加入のパルセイオレディス徹底解剖、そしてインターハイ出場の都市大塩尻の意気込みとは、さらに全国高校サッカー選手権県大会組み合わせ抽選会の模様も、新州サッカー情報をどこよりも熱くお伝えします。こんにちは。こんにちは、キックオフ新州です。なんか今週も日本代表なんですね。はい、日本を背負って頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、今週はこの方とお伝えします。宮田村出身パルセイオレディースの稲村幸乃選手です。お願いします。ちょっとなんか笑顔がぎこちない感じがします。はい、緊張されてますか？緊張してます。いや、そんなこと。でももうシーズン始まってどうですか？新しくチーム始動してここまで。そうですね、今、まあ、立ち上げの部分っていうところで走り込みが続いてるんですけど、みんなで力を合わせて頑張ってます。梅雨も明けましたから、はい、最初気をつけて頑張っていただきたいと思います。はい、今日はですね、稲村選手に新生パルセイロレディースについてもいろいろお答えいただきます。ではまずはこちらのコーナーです。熱戦新州サッカー。まずはフットサルの試合から。 F2 リーグ第7節、首位のバウルース長野はホームで8位ミドと対戦。ファーストピリオド2分、パスカットをされそのまま持ち運ばれて先制点を許します。しかしその直後、上林がこの位置で受け、振り向きながらシュート、同点に追いつきます。セカンドピリオド9分、リスタートから中村、岡本の鋭いクロスに反応した中村が決め、逆転に成功です。さらにセカンドピリオド10分、15分に米村が個人技でゴールを決めて勝負あり。6連勝で勝ち点を18に伸ばしました。 F2 リーグの順位表はご覧の通り。無敗のバウルース長野は2試合消化が少ない状況で首位をキープしています。明治安田 J3 リーグ第21節、 AC 長野パルセイロはホームで最下位岩手グルージャ盛岡を迎えての一戦。勝利が欲しいパルセイロは後半7分、コーナーキックは書き出されますが、このこぼれ球を拾った田中のクロスに加藤、あー、これはゴールキーパーに阻まれます。もちろんです。そしてその4分後、相手にうまく抜け出されシュートを打たれますが、ゴールキーパー松原がナイスセーブ。その後は互いに決定機を作れず、スコアレスドローに終わりました。あの選手は非常によくやってくれたと、その部分においては思ってます。一個一個セットプレーだったりそういうことを選手は必死に改善しようと取り組んでくれてますので、それを次勝ち点3につなげていけるよう、また1週間準備していきたいなというふうに考えています。ライチョウをイメージしたサマーユニフォームを身にまとった松本山雅 FC の選手たち、ハードワークを武器に20試合でわずか13失点しかない堅守の FC 大阪をホームで迎え撃ちます。試合の主導権を握ったのは山雅。前半24分、大内からのロングフィードを浅川が落として山本龍平、クロスのこぼれ球を樋口、最後は浅川。あれ1個前にクロスがあって、そこに飛び込んで、そこからのこぼれ球というところだったので、まあ、そういったところにも足を止めずに反応し続けるというところができた、まあ、僕らしいゴールだったなというふうに思います。浅川の今シーズン9ゴール目で
先制に成功します。さらに前半34分、コーナーキックからの二次攻撃、安永がそらして浅川がゴールキーパーと1対1、冷静に決めてこの日2ゴール目。上手ですね。いいですね。すごい。2対0で折り返した後半も山鹿のペース、集中した守備と攻撃で相手を圧倒。浅川の2点を守りきり、4試合ぶりの白星を手にしました。本当にハードワークがストロングポイントの大阪さんに、その土俵でもしっかり勝つことができたのが勝因だったと思いますし、いつもいつもこれをやらなければいけないと思っているので、また1週間ちゃんと準備をして次の試合でも同じように走って戦って相手のゴールに向かうサッカーをやりたいなと思います。さあ、ということで選手の試合をご覧いただきました。さあ、スタジオにはパルセイロレディースの稲村選手ですが、宮田村出身の稲村選手から見て、はい、この県内の2チームっていうのはどのようにご覧になっているんですか？そうですね、はい、自分が学生時代の頃はやっぱり山鹿が結構主だったんですけど、まあ、自分がこのチームに入ってからはやっぱりパルセイロを応援しようという気持ちになりました。まあ、どちらも頑張ってるということなんですけど、まあ、山が今回勝利しまして2点をエースが決めたっていうところで、やっぱこうエースが点取れるとどうなんですか、稲村選手。そうですね、チームにも活気づきますし、それでまあ勢いもつくので、すごい大きいことだと思います。まあ、対するパルセイロはなかなか勝ちがつかめないという状況なんですよね、ちかなちゃんね。勝ち点3がこの段階で欲しいっていうのはありますよね。どうでしょう、稲村さん、なかなかこうチームが勝てないっていう状況ってどうなんですか？まあ、昨シーズン自分たちも経験しましたし、なかなか苦しいシーズンで、まあ、そこをどう乗り越えていくかが鍵になってくるかなと思います。やっぱ一つきっかけがあると、そうですね、先に進める、はい、ね、じゃあそのきっかけをどうつかむのかっていうのも注目したいですね。さあ、ということで順位表も確認しておきます。こちらです。J3 リーグの順位表です。松本山雅 FC は9位、 AC 長野パルセイロは14位となっています。さあ、そしてですね、稲村選手も所属しますパルセイロレディースの新シーズンが始動しました。今週月曜日、長野市で行われたのがパルセイロレディースの新体制発表会。当日は集まったサポーターのために選手直筆の内輪が配られ、気分も盛り上がります。これ稲村選手も書いたんですね。書きました。さあ、会場に詰めかけたサポーターは180人。皆さん気になるのが新加入の5名の選手、早速紹介していきますよ。は右利きですけど、足は左足です。左利きです。犬が大好きです。チームに貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。村上真帆。シャインマスカットがフルーツの中で一番好きなので、長野はフルーツが美味しいって聞いたので、いっぱい食べたいと思います。プレーでは両足のキックとパンチのあるシュートが得意なので、注目してみていただけたら嬉しいです。おいしいよ。声が高すぎるってよく言われるんですけど、これが本当の声です。たくさん点を取ってチームに貢献できるように頑張ります。まだ長野に来てちょっとしか経ってないので、長野のことをたくさん教えていただけたら嬉しいです。得点やアシストというゴールに絡むプレーでチームに貢献できるように頑張ります。酒井由紀。35歳ピチピチの酒井由紀です。見えろ。若い子たちがいっぱいで、エキスをいっぱい吸わせてもらって、迫力あるプレーをお見せできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
それぞれ新たな決意を語った発表会、この27名で新シーズンの戦いに挑みます。さあ、そして今シーズンもキャプテンを務めます諏訪市出身の伊藤めぐみ選手は、今シーズンは昨シーズンより1試合でも多く勝利すること、その中で切磋琢磨し合って一人一人が成長できる、そんなシーズンにできたらいいなと思います。今年もたくさん走ってパルセイロレディースらしいサッカーを体現できるようにチーム一丸となって頑張ります。そしてこの選手たちをまとめ上げる2年目の広瀬監督は、旧シーズンはですね、連敗から抜けきれずにどうやってそのチームを変えていくべきかいろいろ悩んだ次第ですが、一生懸命やって、感動する姿をお見せできることは、勝敗に関係なくできることだと思いますので、いい結果とともに今年1年は精一杯ワンゲームずつやっていきたいと思っています。より一層またご声援をいただければありがたいと思いますので、今年も一つよろしくお願いいたします。この後は稲村選手に新チームのあれこれを聞いちゃいます。さて、ここからは AC 長野パルセイロレディースの稲村選手に新しいチームに関する質問に答えていただきます。どんどん質問ぶつけていきますので、はい、お願いいたします。お願いします。はい、ではまずはこちらの質問からです。こちらです。新しいチーム、一言で言うとどんなチームですか？すごいみんな明るいチームです。笑顔が絶えない、はい、そうですね。厳しい中でもみんな笑顔で声かけ合って頑張ってます。確かに練習の表情もね、はい、明るくやってますね。さあ、続いての質問はこちらです。2年目を迎えました広瀬監督、去年とここが違うぞ。どんなところが違いますか？まあ、やっぱり2年目ということで、すごい厳しい目で見てくださってるなって感じます。なんかちょっと写真もなんか若干去年よりも厳しさがあるような気がしますね。ね、強いチームをぜひ作り上げていただきたいと思います。はい、さあ、そして続いての質問です。新加入選手からの刺激、どのように受けていますか？そうですね、やっぱり皆さん実力もあって経験もある方々なので、すごいいい刺激になってます。あのベテランの選手も入ってきてね。そうですね。今までどうですか？まあ、すごい気さくな方で、もうすごいなんかみんなを平等じゃないですけど、うん、若手とかこだわらず話しかけてくださるので、とてもいい方です。ちなみに稲村選手ってこういじられる派なんですか、そういう方から？いや、自分はどっちでもないです。はい、どっちでもいけるってことですか？柔軟に。そうですね、仲良く。はい、って形ですね。はい、さあ、そして続いてはこちらです。サポーターへ今シーズンお願いがあれば。まあ、昨シーズンは厳しい戦いが続いたんですけど、まあ、その中でもたくさん応援してくださったので、来シーズンこそは、まあ、サポーターの皆さんと勝利を分かち合えたらいいなと思いますので、スタジアムにぜひ来ていただきたいです。でも一回生でね、プレーとか見ていただきたいですね。はい、そうですね、うん、この盛り上げぜひ感じていただきたいと思います。さあ、そしてこちらの質問です。さあ、個人としての今シーズン目標。まあ、個人としては、まあ、昨シーズンよりも出場機会を得て、結果でやっぱりいろんな方々に恩返しができればいいかなと思ってます。具体的な数字とかありますか？まあ、具体的には、まあ、5ゴール5アシスト頑張りたいなって思ってます。じゃあゴール決めたらこう何かポーズとかってお願いできますか？出た出た、はい、なんかリクエストがあれば。それでこれどういうポーズ？決めたよって。え、カメラに向かって。ちょっとやってみます。はい、じゃあ稲村選手決めました、はい、ゴール。わーやるかな。やってほしい。サポーターの人びっくりするよ。なんか祈ってるけどって。やってほしい。それです。そう、ということで期待しております。ちなみにですね、はい、パルセロレディースの新しい、新シーズンの日程も
開幕のニートル出まして、カップ戦は8月31日、ホームでサンフレッチェ広島と、そしてリーグ戦は9月の15日ホームでアルビエックス新潟レディースと対戦ということなんですが、改めて新しいチーム作ってると思いますけれども、今シーズンの目標っていうのを改めて聞かせていただいてよろしいですか。もちろん今シーズンは昨シーズン目標に掲げている、6位以内に入れたらいいなって思ってます。年々ね、ウィーリーグのレベルも上がってますから、そうですね、ぜひ素晴らしい試合をたくさん見せていただけることを期待しております。はい。じゃあここまで新生パルセロレディースについて稲村選手に伺いました。続いては酒井アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここからは高校サッカーの話題についてです。まずは1週間後に迫ったインターハイに挑む栃大塩尻の選手たちを取材してきました。ご覧ください。先月6度目となる県総体優勝を果たした栃大塩尻サッカー部、今月27日から福島県で行われるインターハイへ出場します。物事に対してやっぱり愚直にね、一生懸命こう取り組む、そういう子たちがすごく多いかなっていう、そんな風に感じましたね。県総体では5試合を戦い11得点無失点で優勝。相手に攻め込まれる場面こそ作らせても、自陣ゴール前では全員が体を張ってプレーできる粘り強い守備が今年のチームの持ち味です。危ない時間帯だったとか、 しんどい時間帯に集中しろとか、そういう声をかけてました。自分のマークをやらせないっていうのはもう全員が持ってます。チームとして大事にしている4原則、球際、声、切り替え、ハードワークというところをチーム全員でやったからだと思います。3大会ぶりに掴んだインターハイへの切符、運命の初戦でぶつかる相手は21回のインターハイ出場を数える宮城県代表の仙台育英高校です。宮城県総体は5試合を戦い13得点2失点で優勝。安定感のある守備から素早い速攻につなげる堅守速攻スタイルが特徴のチームです。初戦ということもあって、多分お互い硬い入りにはなると思うんで、球際だったりとかそういう対人のところが肝になってくるかなというふうには思います。去年より個々の力が劣っていると思うので、距離感というものを意識して、自分たちはいいパスつなぎながらいい距離感でサッカーできればいいなと思います。前回出場した3年前のインターハイは熊本県代表の大津高校を相手に1対3で敗れ、初戦敗退に。全国で勝つため、チームの課題に上がっている得点力を向上させるべく、スペシャルコーチとしてチームに招かれたのがこの方。出してしっかりポジション取る、でワンツーで1点取れるから、作れるところはしっかりワンツーで作る。そう、番組ファミリーとしておなじみの高崎博之さん。昨年の春からチームの攻撃バリエーションを増やすことなどを目的に、選手たちへの細かな技術指導も行っているんです。全然スタジオに出てくる違うじゃん。スタジオに、ね、出演されている際は柔らかい表情が印象的な高崎さんですが、いざラウンドに立つと、いやー、振る、なぜキャンセルなんで、そこが振れよ、足を、なんでキャンセルなんそこが、足振らない、入らないよ、行こう。そのグラウンドではね、一切妥協なく強いトーンで選手たちに要求する高崎さん。特に前線のポジションの選手たちはシュートを狙う角度や打ち方に関してもアドバイスをもらっているそうです。心強いですね。さあ、そんな強力な助っ人コーチの指導を着実に力に変え始めている選手たち、1週間後に迫ったインターハイでの目標は、全国大会出場するかには優勝を目指して全力頑張りたいと思います。やっぱり全国優勝を目標にして頑張りたいと思います。まず初戦突破、ここが一つのリズムを作っていくため のポイントになるんじゃないかなというふうに思ってますので、新しいことはなかなかできないんで、しっかり今までやってきたことを、自分たちのスタイル、これをね、やっぱり信じる、それをきちっとね、最後やっていきたいなというふうに思っています。全国絶対勝つぞ。
さあ先ほど都市大塩尻の選手たちの様子を、ね、VTR でご紹介しましたが、はい、高校サッカーの話題はこれだけではありません、うん、はい、あの県内の高校が頂点を争う全国高校サッカー選手権大会、その長野県大会の組み合わせ抽選会が今週月曜日に行われました。今年で103回を数える全国高校サッカー選手権大会、その県大会の組み合わせ抽選会が15日月曜日に安曇野市で行われました。出場68チーム81校の主将が参加し、前回王者の松本国際からは優勝旗の返還も行われました。大会3連覇がかかる松本国際は去年と同じく4回戦からの登場です。もう選手権に向けて夏休み遠征とか行って、そこで強くなってこの選手権の舞台に戻ってきて優勝したいっていう気持ちが、まあ、強く芽生えたかなと思ってます。一方、新人戦県総体を制した都市大塩尻が挑むのは今年の県内タイトル3冠目の獲得です。自分たちのやりたいサッカーっていうのをしっかり出して、一つずつ確実に勝てるように頑張りたいなと思います。全国高校サッカー選手権長野県大会の1回戦は8月24日に始まり、決勝は11月9日に松本市のサンプロアルウィンで行われます。さあ、この県内の高校による熱き戦いが始まっていくというわけですが、司会者楽しみですね。いや、もうドキドキしますね、今から。去年はね、決勝を見ていただきましたから、はい、そうなんですよ、また熱い戦いが、ね、ちなみにその、ね、高校生活最後の公式戦ということにもなると思うんですが、稲村さん、そういった選手たちの思いって組んでみるとどうですかね、心境っていうか。そうですね、うん、まあ、私自身もそういう経験をしたことあるので、うん、まあ、本当に全部出し切るしかないかなって思ってます、うん、悔いなく頑張ってほしいですね。さあ、この選手権の県大会でございますが、改めて8月24日に開幕します。ここまで高校サッカーの話題をお伝えしました。さあ、そしてですね、稲村さん、現在パルセイロではクラウドファンディングを行っているということで、まずはこちらをご覧ください。こんにちは、 AC 長野パルセイロの杉井隼人です。皆様にご協力いただきたいお知らせがあります。まずはこちらの動画をご覧ください。夏になれば猛暑になることは間違いなくて、でここにいる36人の選手たちのコンディションの維持をするための氷が足りなくて、大型の製氷機があればいいなって思ってて。暑い夏が来ました。僕らは試合に勝つために厳しいトレーニングを頑張っています。そのためには氷が必要です。製氷機導入のクラウドファンディング、皆様のご協力よろしくお願いします。さあ、ということで現在パルセイロでは製氷機導入に向けたクラウドファンディングを行っているということですが、井上さん、やっぱり氷いりますか？いります。厳しいですか？はい、本当に必要ですね。飲むだけじゃなくて体のケアにも使うってことですね。そうですね、まあ、怪我したところのアイシングだったり、うん、そういうのにも必要になってくるので、まあ、お礼にはオリジナルグッズのほか、試合前の選手と記念撮影ができる特典も用意されているということですので、詳しくは AC 長野パルセイロのホームページをご覧ください。さあ、それでは週末の試合情報です。明治安田 J3 リーグの22節です。AC 長野パルセイロはホームで、松本山雅 FC はアウェーで今夜キックオフです。そしてフットサルの試合もあります。 F リーグディビジョン2の第8節です。ヴォルス長野は明日ホームで神戸と対戦します。みんなで新種のチームを応援しましょう。さあ、ということで今週は AC 長野パルセイロリリースの稲村選手にお付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？緊張はほぐれました？多分まだちょっと緊張解けてないかなっていう感じです。まあ、今日もこれから練習だと、はい、いうことですけれども、暑さに負けずぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、またスタジオ遊びに来てください。このポーズね、期待してますんで。はい、それでは、ご視聴者、また来週です。さようなら。